全てのことが空っぽで無意味に感じてしまって、僕は憂鬱なオタクだ。魔法の世界に憧れる地味な青年、ある日彼は不思議な力に導かれ、奇妙な世界に迷い込む。クエンティン、君はおかしくない。魔法は存在する。そこは選ばれし者以外入学できない魔法を教える大学だった。魔法は才能に由来しない、痛みがもたらす。さっさと魔法を見せてみろ。もうやめてくれ。マジかよ、僕は魔法を。私たち宇宙にもてあそばれてる。身を任せて楽しみましょう。私にはこれしかないの、魔法だけなの。私たち落第ですか。あんたみたいな人初めてじゃないし。素晴らしい授かり物ってやつか。いいや、人生を破壊する重荷だよ。魔力はもし制御できなければ、その魔力に飲み込まれ姿を変える。やっと見つけた。なぜ僕らを狙ってるんですか。彼らを魔術師に、ビーストを殺すんだ。彼らが集められた真の理由、それは魔法の世界を支配するビーストを倒すためだった。負けを認めるんだ、今すぐ。このままだともうすぐクソみたいに悲惨な結末を迎えるだけだぞ。私たちみんなあなたの味方よ。スーパーナチュラルのスタッフが描く魔界ダークファンタジー。ステニーバラガミッチャー。マジシャンズ。